次に石川香織さん。石川さん、はい、石川香織です。今日もよろしくお願いいたします。早速質問させていただきます。昨年生まれた赤ちゃんは84万人ということで過去最少となりました。でコロナ禍であるということも影響していると言われていますが、6年連続で減少しているということは、まあ、日本の社会の在り方、それから家族の在り方、さまざまな課題が、まあ、大きく直結している問題だと思いますし、今最も日本が力を入れなくてはいけない課題の一つだと私自身感じています。で少子高齢化社会は社会や地域、そして国の構造に大きく影響するということで、まあ、しっかり取り組んでいかなきゃいけないと。そして、まあ、女性の社会進出が進むことと、まあ、育児と仕事をどう両立させていくかということは、まあ、これまた課題があるということです。で、まあ、待機児童の問題であったり、それから将来的な不安から、まあ、2人目、3人目の、まあ、計画を、まあ、ためらってしまうとかですね、まあ、仕事とのバランスが非常に、まあ、重要だということです。で、まあ、そんな、まあ、課題がたくさんある中で、まあ、男性のこの家事、育児の時間をしっかり確保するということは、この少子化を食い止めて、まあ、女性の社会進出もしっかり後押しするということですので、大変重要なことだと思っております。で厚生労働省の令和元年度、雇用均等基本調査では、国民全体としてのアンケートですけれども、2019年度の男性の育児休業取得率は 7.48% ということで、まあ、これを政府は2025年までに 30% に引き上げたいという目標を掲げております。で女性の育児休業取得率はどうなっているかというと、同じくこの厚労省の雇用均等基本調査では、2006年以後、80% から 90% 程度で推移しているということで、まあ、一見、女性の育児休業は十分に普及しているように見えるんですが、まあ、これはあくまで職場の在籍中に出産をした女性に占める、まあ、育児休業取得率ということで、出産前に職場を離れるという方も、まあ、いらっしゃるということで、まあ、こうした課題も含めてしっかりとした現状分析というのが必要だと思いますが、まあ、でも女性に関してはだいぶ育児休業を取るという選択が、まあ、当たり前になりつつあると思います。で私自身も、まあ、女性が育休を取るんだと言ったら、ああそうなんだですけど、やっぱり男性が育休を取るとというふうに聞きますと、偉いねと思わず言ってしまいそうになるということが、まだまだやっぱりこう男性の育休取得が当たり前になってないのかなと思います。でその内閣府の第一子出産前後の女性の継続就業率および出産育児と女性の就業状況について2018年の調査があるんですが、全体の数字にはなりますが、2010年から2014年に第一子を産んだ女性のうち、育児休業を取得して就業を継続した人の割合は正規職員の方では 59% でしたが、パートでは 10.6% にとどまっていたことが示されています。で男性の育児休業率を高めることももちろん必要なんですが、実はその正規か非正規かということで、女性のその育休取得率も差が出てしまっているということもありますので、本当に育休を取りたい人が取れているかと、女性に関してですね、これもしっかり分析していかなきゃいけないと思います。そういった観点も含めて、改めて現状を分析することも必要でありますが、同時に出産前後の就業を継続する支援も継続してやっていかなきゃいけないと思います。で地方公務員についてはこのあたりはいかがでしょうか。総務省山越自治行政局公務員部長。お答えいたします。女性の育児休業取得や出産前後の就業継続支援につきましては、仕事と育児の両立支援による女性の活躍促進、ひいては少子化対策の観点からも極めて重要であるというふうに認識をしております。地方公務員における女性職員の育児休業取得率は、まあ、令和2年度で 99.7% でございまして、過去10年程度遡っても、おおむね 100% に近い取得率となっており、まあ、ほとんどの方が育児休業を取得している、しており、まあ、定着をしている状況であると考えております。
総務省では地方公共団体における女性活躍に資する取り組みを支援するために、女性活躍や働き方改革の推進にかかるガイドブックの作成提供による地方公共団体における先進的な取り組み事例の情報提供、ロールモデルの職員を紹介する事例集の作成などを行っているところでございまして、特にロールモデルを紹介する事例集におきましては、仕事と育児の両立に不安を抱える女性職員の参考となるよう、働き続け、育児休業等を経ても働き続け、キャリアを積んでいる女性の職員の事例を紹介しているところでございます。総務省として引き続き、女性職員が出産前後を通じて活躍できる職場環境の整備が図られるよう取り組みを支援してまいります。以上。石川香織さん。はい。男性が育児に参加してもらうためにはやっぱりこの長時間労働を是正していかなければいけないということも非常に重要です。で、国立生育医療研究センターというところの分析では、6歳未満の子どもがいる家庭の父親が、家事育児に十分な時間を確保するためには1日 その仕事の時間を9時間半以内にするということが必要だという結果を発表しています。で、共働き世帯が増えていますので、父親も育児を担うことが一層求められるわけなんですが、この父親の意識啓発のためには、家庭でというよりも、企業とか社会の環境づくりということがやっぱり不可欠なのかなと思っています。で、この内容なんですが、この6歳未満の子どもがいる男性の1日の家事・育児時間を、令和2年に1日2時間半にするという目標を内閣府が挙げているそうですが、この調査の平成28年のデータでは、6歳未満の子どもがいる男性の1日の家事・育児時間は1時間23分となっているということで、目標としたこの2時間半には平均で1ヶ月、いや1時間以上足りてないということになります。で、これどうやって算出したかというと、24時間のうちに睡眠や食事などに必要なのは10時間で、休息などは2時間と設定すると家事や育児に2時間半確保するためには仕事と通勤の時間を9時間以内にしなきゃいけないということです。これ職場と住居の距離ですとか、それから仕事の内容とか働き方によりますので、一概にこの仕事と通勤を9時間以内に収めなきゃいけないのかと、家事育児ができないのかというわけではないと思うんですけれども、あくまで一つの基準として出しているということでした。で、平成28年のデータでは、父親の仕事と通勤の時間は12時間以上かかると回答した人が最多で 36% を占めて、10時間以上かかると答えた人が 69% だったということです。で、この12時間以上、仕事と通勤に時間がかかってしまうこの父親の場合の家事と育児時間は10分しか取れないということでした。で、10分と聞くと、ちょっとこれさすがに母親の負担が大きすぎるのかなと思うんですが、このようないろんな状況の中でとにかく長時間労働を是正していかなきゃいけないという努力は必要だと思います。で、地方公務員の状況をお伺いしますけれども、この長時間労働を是正することに向けて、総務省としてどのような取り組みを行っているのか、お伺いをします。総務省山越自治行政局公務員部長。お答えいたします。地方公務員の長時間労働を是正することは、多様な人材の確保や質の高い行政サービスの提供のためにも重要な課題となっております。また委員ご指摘のとおり、男性職員も含め育児時間の確保を促進するといったことにも資すると考えております。そのため地方公務員についても平成30年の働き方改革推進法とこれに対応する国の人事規則の改正を踏まえまして、地方公務員の時間外勤務の上限規制や健康確保措置につきまして、各地方公共団体において制度の整備に取り組んでいただくよう総務省として助言してきたところでございます。またこの長時間労働を是正するための制度は各地方公共団体において実効的に運用していただく必要ということが
特に考えられますので、本年1月および2月にはこの取り組みにあたっての留意点についても改めて自治体に通知をしたところでございます。引き続き各地方公共団体において長時間労働是正のための取り組みがしっかりと行われていくよう総務省として引き続き必要な支援を行ってまいります。石川香織さん。はい、今の健康確保措置ということで答弁にも触れられておりましたが、やっぱりこの時間外勤務のこの縮減に向けた対策というものも各自治体から要請されていると思うんですが、この長時間労働はメンタルヘルスの影響も大きくあるということで、この地方公務員の休職者が増加傾向にあるということで、多くが精神疾患だと言われております。で、地方公務員安全衛生推進協会によりますと、19年度にメンタルの不調で1ヶ月以上休んだ職員は、10万人あたり1643人に上るということで、これは15年前に比べて 2.3 倍になったということでした。で、自治体ではこの一定時間以上の超過勤務をした職員について、その健康状態を把握するためにお医者さんの面接を受けることを人事委員会の規則などで決めているそうなんですが、昨年の4月から6月にこの全ての市区町村で、面接指導が必要とされた職員の中で職員がまず延べ4万6725人いたそうなんですが、そのうちのおよそ半数の 53.9% に当たる2万5181人の面接が行われなかったということでした。で、なぜ、この健康のチェックする上で大事な面接が行われなかったかというと、やはり業務多忙で時間を確保することができなかったという回答が非常に多かったそうです。で、この間ワクチンの接種ですとか、この給付金ですとか、その関連部署の業務に従事していた方の割合が半数上っていたということで、つまり忙しかったということですね。で、総務省は各自治体に対してこの超過勤務した職員への医師の面接指導を工夫して効果的に実施するようにということで通知も出されているそうですけれども、この地方公務員の半数以上の方が面接指導を受けれなかった、忙しかったということが判明したことで、医師の直接訪問ですとかリモートでの実施の取り組みも検討するように呼びかけたということです。しかし依然このコロナ禍、それから人が少ない中で業務が膨らみ続けるという中で、この長時間労働の是正、それからこの心のケアも合わせて対応していかなきゃいけないと思います。で、質問一旦戻りますけれども、この今回の法改正によって、男性職員のこの地方公務員のですけれども、育休の取得率の向上にどれぐらい効果があると見込んでいるんでしょうか。総務省山越自治行政局公務員部長。お答えいたします。令和2年度の取得率、女性職員が 99.7%、 ほぼ 100% となっている一方で、男性職員は 13.2% と、いまだ目標に比べて低い水準にとどまっている状況でございまして、職業生活と家庭生活の両立支援のため、制度面運用面の双方でより一層の取り組みを進めていく必要があると思っています。こうした中、今般の法改正は、育児休業の取得回数の制限を緩和することによって、夫婦交代での取得や配偶者への支援が特に必要となる出生後の早い段階で男性職員が育児を担いやすくするなど、より柔軟な取り組みを容易にする取得を容易にするものでございまして、具体的な数値目標を示すことは難しいものの、特に男性職員の育児休業につきまして取得率の増加に加え、総取得期間の長期化、これらによります職業生活と家庭生活の両立や女性の活躍促進といった効果を見込んでおりまして、男性地方公務員の育児休業取得率 30% という第5次男女共同参画基本計画に定められた目標の達成に寄与することを期待しているものでございます。石川香織さん。はい、年々高くはなっているんですが、現在の地方公務員のこの男性の育休取得率が 13.2% で、目標としては令和7年で 30% を目指していきたいということでした。で、この取得率なんですけれども、市区町村ほどこの育休の取得推進に向けた取り組みが進んでいないのではないかなと思いますので、このことについても伺います。で、総務省の調査でも、地方公共団体ではまだまだ育休制度の取り組みが浸透しているとは言えない状況で、
団体や部門によっても、まあ、大きな差が出ていると。で、部門では消防や警察が特に、低い水準になっているということでした。で、令和2年度の地方公務員の男性職員の育休取得率は、まあ、前年度で比べると 5.2 ポイント高くなったということなんですが、国家公務員と比べると国家公務員 29.0% ということですので、やっぱり低い水準になってしまっているということで、この市区町村に向けて、まあ、国がしっかり育休を取りましょうということで、一層のこう働きかけとか支援が必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。田畑総務副大臣。お答え申し上げます。石川先生 の問題意識は本当に共有するものでございます。ご紹介ありましたが、国家公務員のですね、取得率は 29% でありますが、地方公務員の方においては令和2年度において 13.2% でありまして、その差がですね、実は拡大をしているということもございます。まあ、特に国家公務員の方はですね、令和2年度からすべての男性職員が1ヶ月以上の育休を取得しようということでですね、政府を挙げて一丸となって取り組んで伸びたということもあるんではないかというふうに認識をしております。このため総務省といたしましてはですね、昨年12月の24日に各自治体に対しまして通知を発出をいたしまして、国家公務員の取り組みを参考に、一つには組織としてですね、男性職員の育児休業等の取得促進に係る数値目標を設定をし、すべての職員に当該目標を周知すること、二つに自治体の長をはじめ幹部職員が休暇休業の取得方針、目標の明確化を行うことや、管理職員が対象職員の意向に基づく取得計画を作成すること等の男性育児休業の取得促進の取り組みについて積極的に検討するよう助言を行っているところでございます。まあ、このような取り組みの実施状況について市区町村はですね、まだまだ都道府県や指定都市とも比較いたしましても、国家公務員と同様の取り組みが進んでいない状況が見受けられているところでございます。ご指摘ありましたが、消防ですとか警察も含めてでございますが、まあ、職務によってはですね、まだまだ取得しづらいですとか、ノウハウが蓄積されていないということもあるんではないかというふうに思いますので、我々としてもですね、各自治体における取り組み状況をしっかり把握をし、各自治体における取得率の向上に向けまして、男性育児休業の取得促進のための機運の醸成など、あらゆる必要な助言を行ってまいりたいというふうに思います。石川香織さん。はい、ありがとうございます。通知を出して、この数値目標を、まあ、設定したり、目標の明確化ということで通知を出されているということなんですが、そもそもなんで男性職員が育児休業に前向きになりにくいというか、理由として、まあ、育児休業を取得すると収入にこう大きく影響が出てしまうのではないかという、その経済的要因がまあ大きいということも分析をされています。で、実際育休を取ったことでどれぐらい収入が差が出るのかというのは確かにこう見えにくいところなんですが、この点を考慮して、鳥取県の取り組みとして、男性職員の育児休業などの取得推進に向けた取り組みの一つとして、その実際に育児休業を取得した際の給与などの影響試算シートというものを作っているそうなんです。で、まあ、こうした取り組みもあってか、鳥取県は育児休業取得率が 26.1% ということで、都道府県別で全国第1位になっているそうです。で、また、茨城県の龍ケ崎市というところでも、1ヶ月以下の育児休業では大きな収入源にならないということで、まあ、この収入への影響をしっかり数字に示すことで、男性職員の育児休業の取得率は平成27年、28年、2年連続で 100% になったことがあるということで、やっぱり例えば国がこういう仕組みのベースを作成したり、それから例として示すだけでも違ってくるんではないかなと思います。で、育児や家事にこう積極的にならないということではなくて、やっぱりこの収入面を気にしているんだということであれば、まあ、どこが男性が気になっているところなのかというところを考えてい、くというのが、まあ、この取得率アップにつながるのかなと思いました。で、ここでちょっと世界のですね、男性育休率というものをちょっと比べてみたいと思います。まずお隣の韓国ですけれども、2000年の初頭は女性の育休取得率が 20% を切る状況だったそうなんですが、やっぱり法改正ですとか
給付金の給付率を上げるなどして、まあ、女性はほぼ 100% になって、男性も 13%、まあ、まだまだ低いといえば低いですけど、日本の倍の取得率になったと。でドイツですが、ドイツは男性の育休取得率が 34.2% で、あまり取得率が高いわけではないんですけれども、まあ、制度に非常にユニークなところもありまして、復職後には両親とも短時間勤務をすると別途手当がつくと、まあ、いうことで、その単に育休を取るだけではなくて、ある程度まで子どもを育てながら働くという、まあ、計画が立てやすくなるような仕組みになるということでした。でポルトガルですけれども、ポルトガルも日本とともに世界で その出生率の下位を争う国の一つなんですけれども、2009年に産後10日間の父親限定の休業を義務化しました。で義務化期間を除いた取得率は 23.8% だそうなんですけれども、やはり義務化の対象になるこの産後10日間の取得率は大きく伸びたということでした。でいろいろ調べていて、まあ、すごいなと思ったのはノルウェーなんですが、かつては男性の育休率取得率が 4% と低かったそうなんですが、1993年にパパクォーター制という、まあ、その父親割当制度というのを導入して、現在の取得率は 90% になったと。でこのパパクォーター制というのは、子どもが8歳になるまで両親合わせて480日間の育休を取れるそうなんですが、そのうち父親には90日間割り当てられているそうです。でちなみに女性も同じ割り当て日数です。でこのクォーター制が導入された時の日数は30日だったそうなんですが、2002年には60日になって、で2016年には90日延長されたと。で父親が取得しなければその部分の給付金を受ける権利を失ってしまうということで、そのつまり男性が育休を取らないと、まあ、その損してしまうような仕組みになったということで、これで非常に取得率が非常に伸びたと、まあ、いうことでした。まあ、フランスでも男性の育休率もともと全体で7割と高かったそうなんですけれども、フランスの場合はその雇用形態で取得率が違って、公務員なんかはほぼ9割取っているそうなんですが、派遣やアルバイトので働く方々は半分以下ということもあって、このマクロン大統領もその 男女の賃金であったり、雇用形態で差がつかないようにということで、まあ、政策を進めているということで、やっぱりその理念だけを求めてもなかなか難しいということで、やっぱりこういう仕組み作りが必要だと、まあ、いうことも感じました。でいろいろ世界の取り組みを話しますと、まあ、日本はまだまだなのかなと思ってしまう方もいるかもしれないんですが、ちょっと意外なのは、実は世界でのこの男性の育休可能週数というのは世界で第1位だそうです。で制度としてはそのものは世界1位ということだそうです。でユニセフの子育て支援に関する報告書というところでは、男性が育休を取れる日数は30州で日本が第1位、韓国が2位、ポルトガルが3位ということでした。で実はその男性に向けた育休制度そのものは日本は手厚かったと。問題はそれがその取得しやすい環境かどうかということになるのかなと思います。でまずは長時間労働の是正、それから育休を取ってもその収入に例えば大きな影響がないですよといったような、まあ、仕組みにして、それをしっかりデータで示していく、まあ、そういった環境づくり、仕組みづくりを作ることで、地方公務員においてもこの育休取得のムードが高まるのかもしれないなということも感じました。では続いて、会計年度任用職員についてちょっとお伺いをしていきます。でこの制度が始まりまして2年経ちました。で総務省の調査では、2020年4月の段階ですけれども、まあ、この会計年度任用職員の方々約62万人いまして、そのうちの8割が女性です。で会計年度任用職員には女性相談員、それから消費生活相談員、ケースワーカー、保育士など非常に専門性が高い仕事をしている方も多いんですが、まあ、こういった方々も含めて、仕事がきちんと評価されているのか、でこの制度が現場ではどういう受け止め方をされているのかといったことなどを質問していきたいと思います。でこの制度は各種の休暇制度の確立、それから期末手当がついたことで処遇は一定程度改善されたということで、収入が高くなった方もいらっしゃいますが、悪くなったと感じる方も現状いるようです。で自治労の調査では、この会計年度任用職員制度開始前と比べた給与、それから福利厚生などを含めた労働条件を
この短時間職員で見ると、半分の方が良くなったと回答しているんですが、例えば、学校の指導員の方、それから図書館の職員などの中では、良くなったと回答した人が3割とどまって、非常に今低いということでした。で、さらにはどちらかというと悪くなったという方も全体で3割いるということでした。で、期末手当がつくようになったわけですけれども、逆にその期末手当はついたんですけれども、月収が下がって全体が変わらない収入だという方もいらっしゃいます。で、この会計年度任用職員として働く方々の年間賃金収入は、回答者のこのアンケートの回答者の8割が100万円から200万円に集中しています。で、全体としては200万円台がおよそ半数になります。で、もちろんさまざまな働き方がありますので、その育児や介護など、家庭の事情で、あえてこのフルタイムで働かないという方もいらっしゃるでしょうから、すべての方が納得していないかということではないかもしれませんが、やっぱり専門性、それから職務内容に応じた評価になっているかどうかというところに納得していない方も多くいらっしゃいます。こういった現状についてはいかがでしょうか。総務省山越自治行政局公務員部長。お答えいたします。会計 年度任用職員制度につきましては、臨時非常勤職員の適正な任用と適正な処遇を確保する観点から導入したものでございまして、各地方公共団体においてその制度の趣旨に沿った運用が図られることが重要と認識しております。会計年度任用職員の給与水準につきましては、地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の給与決定原則にのっとりまして、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の給の初号給の給料月額を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮すること、また地域の民間企業における同一または類似の職種の労働者の給与水準の状況等にも十分留意すること、また単に財政上の制約のみを理由として新たに期末手当を支給する一方で給料や報酬を削減することがないよう、適切に決定する必要があるというふうに思っています。この点、これまで重ねて地方公共団体に対して助言をしてきておりますが、まだ一部に制度の趣旨に沿わない運用をしている可能性がある団体もいまだに見られるところでございます。総務省といたしましては、今後も実態を丁寧に把握しつつ、ヒアリングの機会などを活用して、任用と処遇の適正化が図られるよう取り組んでまいります。石川香織さん。はい、今制度の趣旨に沿わない団体がいるということもありましたが、この後ですね、またそのことについても伺っていきます。で、今回の制度の移行によって、その財政上の理由から、例えばフルタイムより15分働くのを少なくして、こうすることで退職金が支払われなくなるといったような、その人件費を削るために犠牲になってしまうという、このパート化圧力というものが高まっているという指摘があります。で、非正規職員に占めるフルタイムの割合が、2016年4月は2割だったのが、20年の4月には1割に減っているということで、このことについて、受け止めをお伺いします。鳩山総務大臣政務官。ご質問にお答えをさせていただきます。会計年度任用職員制度については、臨時非常勤職員の適正な任用と処遇を確保する観点から導入したものであり、各地方公共団体において、その制度の趣旨に沿って運用されることが重要と考えております。会計年度任用職員の勤務時間は、その職務の内容や標準的な職務の量に応じて、各地方公共団体が適切に判断すべきものでありますが、財政上の制約を理由として、合理的な理由なく短い勤務時間を設定することは、制度の趣旨に沿わないものと考えており、この点、各地方公共団体に対して重ねて助言をさせていただいております。また本年1月に発出した通知では、フルタイムよりわずかに短い勤務時間を設定することについて、一般的に理解を得られる相当の合理的な理由があるのか、改めて検証の上、慎重に判断する必要があること、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間については、具体的な業務内容や時間外勤務の有無など、勤務の実態を把握した上で、必要に応じ、フルタイムでの任用を含め、見直しの検討を行う必要があることについて助言を行いました。
総務省としては今後も実態を丁寧に把握しつつ、ヒアリングの機会等を活用して、任用と処遇の適正化が図られるよう取り組んでまいります。石川香里さん、はい、本来の制度の趣旨に合った取り組みがしっかりなされているのかということをしっかり目を光らせていただきたいと思います。でこの全国の自治体職員の3割が、非常勤職員で占められているということで、職場によっても偏りがあります。例えば保育士、学校の指導員、師匠、それから学芸員など専門性や経験、知識が必要とされる職種であっても、この会計年度任用職員の1年間の任用ということの方の割合が高いということがあります。で非常に専門性が高い職種でありながら、そのきちんと働きぶりの対価である給与が、満足できているかどうかといえば、これがあまり満足できていない方もいらっしゃるし、雇用そのものが不安定であるということは現場からも非常に声が聞こえてきます。で正社員の方と正規社員、職員と変わらない職務内容であっても、給与に差がつくというのは、非常に現場のモチベーションも下がるということで、この会計年度任用職員の方々のスキルや専門性をきちんと評価した、そして見合った対価を支払うべきだと思いますけれども、この現状、どうやって分析されているでしょうか。総務省山越自治行政局公務員部長。お答えいたします。地方公務員の任用につきましては、任期の定めのない常勤職員や臨時非常勤職員などの中から各地方公共団体が、職務の内容などに対応して適切な制度を活用し、平等取扱いや成績主義などの原則を踏まえ行われるべきものである状況でございます。各地方公共団体におかれましては、多様化する行政需要に対応するため、常勤職員に加えて会計年度任用職員を活用しておりまして、地方行政の重要な担い手となっているものと承知をしております。ただ一方で、先ほど申し上げましたとおり、給与水準につきましては、職務給の原則などにのっとり、当該会計年度の職員の職務と類似する、常勤職員の属する、常勤職員の給料月額を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等を考慮するということを、助言をしているところでございまして、このような適切な、運用がなされるよう、引き続き助言をしてまいります。以上。石川香里さん。はい、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。で会計年度任用職員に限っての この育児休業の取得状況についてもお伺いしますけれども、総務省が実施をしている調査では、育児休業の取得状況について調査はされていますが、この調査の対象職員の中に、会計年度任用職員などの非常勤職員が含まれていないのではと思うんですが、この会計年度任用職員の育児休業の取得状況について、把握をしていれば教えてください。総務省山越自治行政局公務員部長。会計年度任用職員の育児休業の取得状況につきましては、地方公共団体の勤務条件等に関する調査において、取得した人数のみを把握をしております。令和2年度では3012人が育児休業をしていると、取得しているという状況でございます。その分母にあたります会計年度任用職員の、その対象となるその要件を満たした職員数というのを正確に把握するのが、地方公共団体の業務負担上少し困難であろうということで、その人数については把握していないため、取得率は算出しておりません。石川香里さん。ぜひですね、会計年度任用職員の方々 その実態というものをしっかり把握するためにも、ぜひこういった方々も含めた調査を検討していただきたいと思います。では4月1日からの育児休業の取得要件の緩和に係る条例の整備状況についてお伺いしますけれども、各自治体における取得要件の緩和などに関する条例のこの整備状況、どのようになっているでしょうか。総務省山越自治行政局公務員部長。非常勤職員の育児休業や介護休暇等に関して、国家公務員との均衡を図る観点から、雇用期間に係る取得要件の緩和等について、本年4月1日に適用すべく、条例の改正など所要の措置を講ずるよう、総務省から地方公共団体に対し、2月時点で助言通知を発出したところでございます。
この地方公共団体の規定の整備状況につきましては、現時点では総務省として把握に至っておりませんが、地方公共団体の勤務条件等に関する調査において把握することを予定しているところでございます。その状況を踏まえて、必要な助言、情報提供を行ってまいります。以上、石川香織さん。はい、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。ちょっと質問の順番を飛ばしまして、12番になりますけれども、この育休を取ること自体は国で、推進しつつも、ただその現場では深刻な人材不足になっているということですので、この育児休業の際の代替職員というのは、これ確保するのは簡単ではありません。で、このことについてもセットで対策を考えて、国としてもサポートや支援が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。総務省山越自治行政局公務員部長。職員の育児休業につきましては、各地方公共団体の任命権者が業務分担の見直しや配置替え等の部内の人員面での措置などを検討するほか、育児休業法にも規定をしておりますが、これらの対応のみにより、当該職員の業務を処理することが困難なときは、外部からの任期付き採用や臨時的に行うこととされておりますし、こうした対応によりまして、当該職員が従事していた業務を処理し、公務の適切な運用を確保することとなります。各地方公共団体と実態といたしましては、このような任期付き採用や臨時的任用による代替に加えまして、育児休業を請求する職員が毎年度一定数見込まれる場合には、その分、任期の定めのない常勤職員を確保した上で、代替職員として配置している団体もあるというふうに承知をしております。各地方公共団体に置かれては地域の実用を踏まえ、育児に伴う休暇休業の取得促進及び業務に支障の生じない体制の確保に取り組んでいただきたいと考えております。石川香織さん。はい、会計年度任用職員の方々のこの専門性を評価してほしいということを質問してまいりましたが、大臣にお伺いします。で、非常にこの高い専門性を持って正規の職員の方と変わらないような業務、それから責任感を持ってこなしてくださっているということで、現場には欠かせない方々であります。で、会計年度任用職員制度のスタートによって働く環境が改善したと感じる方もいらっしゃれば、その一方でなかなか待遇面で納得できていない方もいらっしゃるということで、実際に給与が下がってしまったということを聞きますと、この制度そのものが良い制度かということは言い切れない状況だと思います。これを少しでも皆さんの納得できるようなところに持っていくためには、今期末手当ついていますけれども、勤勉手当も必要だと思います。で、それを実現するためには法改正が必要だということですので、ぜひ法改正に向けた金子大臣の意気込みをお伺いします。金子総務大臣。今本当に石川委員からですね、さまざまな観点からご指摘をいただきましてありがとうございます。ご質問の会計年度任用職員に対する勤勉手当につきましては、会計年度任用職員制度の開始時には今後の検討課題としていたところでございます。検討にあたっては、各自治体における期末手当の定着状況や国の非常勤職員に対する支給の運用状況なども踏まえる必要がありますが、制度創設にあたり、自治体と意見交換を行った経緯も考慮いたしますと、まずは自治体のご意見を改めて伺うことなどにより取り組みたいと考えております。石川香織さん。はい、国家公務員の非常勤職員の方々には勤勉手当ほぼ支給されていますので、やっぱりこのバランスというものも大事だと思いますし、一部その令和3年度の調査では期末手当を支給していない団体もあったということですので、こういった差があってはならないということで、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。すいません、じゃあ時間がなくなってしまいました。最後の質問になります。で、人材が不足している地方公務員ですけれども、特に専門職の確保が難しいと言われています。で、その中でも特に足りていないと言われている獣医師の方々ということですけれども、最後に農水省に来ていただいてますのでお伺いします。近年豚熱であったり鳥インフルエンザ、口蹄疫などの大規模な家畜の病気が猛威を振るっている中で、その最前線で働く家畜衛生公務員であるこの獣医師が非常に不足をしていると言われております。で、この家畜衛生公務員の確保にどう取り組んでいくかお伺いします。農林水産省熊谷大臣官房審議官。お答えいたします。
豚熱などの家畜伝染病の防疫業務等に携わる家畜衛生公務員、獣医師は我が国畜産業の発展のために必要不可欠ですが、地域によってはその確保が困難となっています。農林水産省では家畜衛生公務員、獣医師の確保に向け、地域で家畜衛生公務員などの産業動物獣医師として就職することを条件に、獣医学生等に対して就学資金を給付する取り組み、獣医学生に対する体験実習の実施等、産業動物分野への関心を高める取り組み、結婚や育児を理由に離職した女性獣医師等が職場復帰や再就職にするにあたっての研修の実施などに対する支援を行っているところです。引き続き家畜衛生公務員を含めた産業動物獣医師の確保に努めてまいります。以上、石川香里さん。若い方が経験を積んでいつまでも働いていただけるような環境であり続けるためには、育休制度、それから処遇改善、働き方改革含めて国の役割が非常に重要ですので、その役割についてもしっかりこなしていただけるように強く要望いたしまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に安倍